Making Sense。皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。もうすごい花粉症が重くて、痒くてしょうがないんですけども。来ましたね。だって今年より去年より何倍っていうもんね。でも私月刊トレンディっていうのを買ったんですけど、そこに花粉症特集のページがちょこっとあったんですよ、それ読んだら、今年は、5倍とか6倍とか言われてるじゃないですか、でも知ってました？人間の体に及ぼすのは 1.2 倍止まりなんだって。これすっごいいいこと書いてあると思って。上限があるってことですね。ああ、そう、上限があるっていうかね、だから私たちも6倍大変なんだって私今まで思ってて、だからシュッシュって粉末するやつ、体にね、やつとかもちょっと多めにしようと思ってたんですけど、1.2 でいいんちゃう。じゃあね、もっと楽になる言葉を僕は教えてください。魔法の言葉かけてください。花粉症は20年で治るんだって。嘘つけ、もう得意すぎてるから30年行こうとしてますよ。本当？本当でしょ、20歳になったもん。いくつの時からなってるんですか。今もう一回言った方がいいですか。聞こえてたと思うんですけど。20歳から花粉症なの。そうですよ。僕はね、でもね、確かにそうなんです。30ぐらいからなり始めて、去年ぐらいからね、ちょっとね、収まってきてるんですよ。何この日本語、日本語講座。何が。私は20歳からです。あ、僕もね30ぐらいなんかなんですよって。僕もがいけないの。10年違いますよね。清水さん、なんで20歳からもう40年になるってこと。なんでですか。私が赤いちゃんちゃんこ着てあなたと喋んなきゃいけないんですか。赤いちゃんちゃんこといえば、あ、まあいいや、花粉症の話もうちょっとしましょう。そういうわけで、私はこれは多分死ぬまで治らない。治る治る、今年がピークですよ、清水さん。私別にそんなに大丈夫大丈夫。いいんですよ。それで、ね、これはもうしょうがないなとは思うんですけど、あの一回一回流行りの薬を試してはみたいんですよ、ものすごくね。ほいで、そのトレンディーに書いてあったのは、ザイザルっていうのが新薬ができたと。名前がちょっとすごくない。ザイルが入るからね。なんかザイルが入る、あのザイザルっていう。ザイザル、ドイツ語っぽいですね。ザイザル博士いそうですよね。それで、それがまあ強いと、で眠気を抑える薬であると、いうことで、私ぜひ欲しくなって、事務所の女の子に頼んだんですよ。それ分かりました。インターネットで調べてみたところ、自己責任か、お医者さんの許可が必要です、って書いてありますが、どうします、とりあえず取ってちょうだい、と、ピシッと言ったんですよ、谷岡さんに。とりあえず取ってちょうだい、ピシッ、ザイザルを。ザイザル。届きました、そしたら、なんかあの海外からのやつで、Amazon で買ったんですけど、ちゃんとしたの、1日1回夜って書いてあるだけで、なんか細かく書いてなくて。大丈夫なんですか。そうなんですよ、ちょっと心配になりまして、私も自己責任で飲んでやるわって言ったんですけど、やっぱお医者さんに行って、ザイザル飲んでもいいですかとか、薬を持って行ってきたわけですよ、そしたらお医者さんが、今までアレルギー持ってるっけって言って、いいえって言ったら、あ、じゃあ大丈夫って言って、そんだけと思ったんですけど。その先生は知ってるの、そのザイザルを。うんうん。あ、じゃあ結構有名な薬ではあるんだ。ザイザルね、今ね。うんうん、そうです。でもその先生が言うには、あのね、清水さん、飲むんだったら、50日ほど毎日飲まなきゃいけないよって言うんですよね、で今4日目も飲んでるんですけど、まだ痒いんですよね、でもなんかそろそろもう次の新薬を頼めしてるんですって。あれもこれもっていうのは良くないんですよ、きっと。そうなんかな、今年はザイザルで行きなさい。それなりに何の権限があって。誰か言わないとさ。って三谷さんどうやって抑えてるの。僕はだからね、まあ、くしゃみもあるし目も痒いんですけども、でも本当に数年前よりはね、収まってきてるんですよ。あ、そういえば愚痴っぽくないもんね。毎年うるせえなっていうくらいにさ、おっしゃってたじゃないですか。そっちの方から。今年は私からでしたもんね。去年も全然平気だったし、まあ、平気じゃないですよ、痒いんですよ、痒いんだよ。でもその前も言ったかもしれないですけど、そのやっぱり花粉症っていう言葉が生まれてから花粉症はひどくなったって言うじゃないですか。たぶん清水さん、20歳の頃ってまだ花粉症って言葉なかったと思うんですよ。すいません、25でした。すいません、エッセイに書いたから思い出した。25、6です。その時ありました、花粉症って言葉。ありました、ありました。もうあった。で、花粉症っていう言葉が新しくって使ってるわけじゃないですみたいな、あれも書いたんですよ、エッセイの中に。25の時に。すいません、そうでした。デビューして直後みたいなあれでしたよ。ということは今、まあまあ20年ちょっとじゃないですか。まあそうですね、もう今年が最後ですよ、きっと。いや、絶対それはないと思う。あの、もっとひどくなるような気がする。なんないなんない。だって終わった人見たことないでしょ。これからどんどん終わっていくんじゃないですか。そういうふうにじゃあ思いながらも、今年はなんで、三谷さんは。普通はほら花粉が倍に増えてるのに、やっぱりちょっと鈍感な、アホになってるのかな、年取って。
そうですかね。だから最初に戻りますけど、あの20年で治るっていうのはやっぱなんかね、そういう体に免疫ができてくるっていう説がある、私絶対デマに強いから絶対信じない、それ20年で終わった人あんま見たことないけどな。でもなんかそういう、あとだから現代病じゃん、うん、だからその説が何年って、それももう怪しいもんね、まあ、確かにそれはそうですよね、ね、考えてみる、今まで20年の後に自分で何か納得すんなよそこでもうちょっと頑張ってよいや、だ僕が言いたいのは、はい、結構暗示もあるということですよ。暗示なんかあるかな、うん、だから、あ、花粉症だと思った瞬間から花粉症になるっていう話もあるし、いやいや逆はよく見る、うん、この人明らかに花粉症なのに、いや風邪ですからっていう人って多くない？じゃないんです。認めた瞬間から花粉症になるからいいんです。別になったっていいじゃん。だって嫌でしょ、清水さん。風邪は嫌だけど、花粉症もう慣れてきましたね、この時期。うんうん。ただ眠いのがね。あれなんで眠くなるんだろう。なんですかね。薬飲んでも眠くなるし、うん、飲まなくても。眠いのと花粉症は何か関係あるんですか？知らないけど、でもなんか脳に来てるような感じがするよね。そのあの、だって眠くなるってことですよ。春だから眠くなるんじゃなくて。何事みたいなこと言ってるんですか通用しませんよ、仕事。たまたま重なってるんじゃないですか。すいません、遅刻して春なんでおとぎ話の世界に来てるわけじゃないからね、私たち。そうですよ。くしゃみはでもな、本当に困りますよね、止まんない時って。でもそうだよ、でもね、くしゃみ止まんない時ってでも本番では全然ないんです。そうだ、それが言いたかったんですけど、俳優さんも今舞台やってるけど、本番前にね、もう痒くて痒くてくしゃみ止まんない人も、舞台の板の上に上がってくしゃみする人そうはいないもんね。そうだからね、あの多分テレビでくしゃみしてる人間はあんまり見たことないと思うんですよね、うんうんうん、それなんでかっていうと、ちょっとした緊張感っていうのはくしゃみを抑えるんですって。集中力ですよ。だけど私見たのは、うん、あの浅田美代子さんが記者会見で、うんうん、三國連太郎がさんが喋ってるのに、うん、くしゃみってやってました釣りバカそういうことが好きですWell, yes, sometimes it's difficult keeping it in. Sorry, Mr. Mitani, no amount of concentration can help sometimes. And as our host said, it is officially springtime. Kafun show time. Allergy time. Achoo!